今回の一連のですね、煽り運転の5人についてですね、被害者の方から、本当の方にですね、大変なご迷惑をおかけしまして、私の本当に軽率なですね、行動だということで、大変反省をしておるところでございます。本当に申し訳ございませんでした。一連の当日の流れでございますけれども、私が午前中に自身のフェイスブックを閲覧をしておりまして、その日は煽り運転の話題で、いっぱいでございまして、テレビもですね、インターネット上もその煽り運転の容疑者のことでですね、話題が持ちきりでありました。そんな中、たまたま閲覧していたページにですね、私の知り合いの方が表示をされて、そこに今回の問題となりました、容疑者とともにですね、女性の写真が掲載をされました。またその写真の中にですね、拡散希望というようなことが印刷をされておりまして、またその文字ですね、その文面にはですね、その女性の本名とですね、この人が犯人だというようなことを断定した記事が掲載をされておりましたので、私もこの方が犯人なんだというふうに何の確認もせずにですね、本当に軽率にシェアを、画像をですね、シェアをしながら、私も早く逮捕されるようにというような文面を一文つけてですね、シェアをしてしまいました。その記事がですね、私の知り合いにまた表示をされていくという流れになりますので、そこからですね、また多くの方が私が投稿した記事をですね、閲覧されて、この方が犯人だというような形でですね、シェアをまた拡散していかれた方もおられるんじゃないかなというふうに思います。そんなことでですね、本当に軽率にこういったことをしてしまいまして、女性の方にはですね、本当に多くの方からですね、電話がかかってきたり、またメールが届いたりですね、また多く非難の声をですね、受けられたことだというふうに思います。本当にですね、迷惑をおかけして申し訳なかったなというふうに思います。心から反省をする次第でございます。また今後でございますけれども、いろいろな方、記者の方からですね、ご質問いただいておりますけれども、講演会の役員の皆様方と相談させていただいたりですね、議会の皆さんといろいろな相談をさせていただく中で、今後決めていきたいというふうに思っておりますけれども、講演会の中では、引き続き、頑張れという声とですね、ともに私が今回、軽率に行ってしまった、この一連の課題について、大きな問題としてですね、しっかりと取り組んで、いってですね、今後この市民の皆様方、また地域の皆さんにもですね、こういったことを軽率にやると大変なことになる、名誉毀損ということでですね、個人情報、またいろんなことでですね、迷惑をかけることになるということを、私が今後これを伝えていく役割があるなというふうに思っております。その面でもですね、しっかり今後もしながらですね、地域のために、私たちのために頑張っていきたいというふうに思います。